皆さん、こんにちは。はい、こんにちは。ラベルメチャンネルの矢野ワンです。そうです。今回ですね、福島県西会津町の方にやってきました。はい。大山積神社ですね。はい。来てみたんですけど、うん、まあ、去年も実は来てますね。はい。前の動画で上がってます。うん、で、前はね、去年は7月に来たんですよね。うん。で、7月だと、本殿の方だっけ、そっちの御神がいただけないんですよ。はい。まあ、例大祭が6月いっぱい。うん。6月1ヶ月間ってことで、その期間を過ぎちゃったり前だと、そうだね。うん。本殿の方のご神がいただけないんです。はい。ということで、今回は6月中にもう一回来ました。うん。ね。で、これからまた去年と同じように、修行の道を登るわけなんですけど。過酷なね、ルートなんで。はい。じゃあ早速ね、準備していきたいと思います。はい。行ってきましょう。はい、行ってきまーす。行きます。マサボさん、やってきましたね。ではね。から3道4キロ、はい、3道4キロですね。ここから去年はねすごいバテたよね。暑かったからね。暑かった暑かった。こんなにハードだと思わなかったから。そうなんですよね。また今回も不動滝とか、うん、綺麗な寄ったりして行きましたね、はい、そうだね。今日はあれ人が多いから。そうだね。なんか安心感がある。いいですね。熊も大丈夫じゃないかな。多分ね、人もいっぱいいるし。うん。じゃあ行きましょうか。まあ行きましょう。はい、いいよねここの道。いいですね。これやっぱり綺麗だからね。水が超綺麗。癒されますね。いや癒されるね。じゃあここから長いです。道中楽しみながら行きましょう。はい、いいですね。マサボさんやっぱり自然が気持ちいいですね。超いいね。ちょこちょこ写真撮りながら行きます。あ、いいわいいわ。いや、気持ちいいですね。気持ちいいですね。でも去年よりは全然いや、まあ、いいね。涼しくてね。僕もそうっすね。そう。今こういう結構坂なんですけど、全然いいですよ。去年マジで、暑いとマジ効くもん、ここ。確かにね。本当に。まあこれからいろいろ待ってますんで、急な坂道が。そうですね。頑張っていきましょう。はい。滝の音が聞こえてきました。そうですね。で、ここが、あれですね、入山っていうのかな、入り口ですね。登山、そう、滝への不動滝を経由して行く方がこっちだよね。スタートしてから一発目の、そうそうそう、スポットですね、うん、でここの滝がすごい綺麗なんだよね。そうですね、滝に行く、めっちゃ綺麗。行くだ、不動滝に行かない人はこれまっすぐ、そうだね、行く感じです、はい、でも絶対この不動滝は見てた方がいいと思う。綺麗ですか。すごくおすすめな滝なんで。行きますか。行きましょう。はい。これ看板ですね。去年のあの動画見ていただいてる方だったらわかると思うんですけどね。こっちずっと行ってここで、こっちの道とつながります。で、こっから 2.7 キロだね、ゴールまで。2.7キロ。そう、2.7キロです。はい。2.7 キロ。うん。あと 2.7 キロ。はい。あ、全然大丈夫だよ。大丈夫ですね。はい。そうそう、こういうのもね、各スポットにあるんだよね。そうそう、お地蔵様、うん、なのかな。こういう風にいろんなところにこういうのがあります。いや、いい滝でしたね、マサボさん、やっぱり ね。素晴らしい滝ですよ。綺麗なね、湿気もね。はい。そしてやっぱり涼しい。涼しいね、ここら辺はね。じゃあ、お客さんもいっぱいいるんで、そろそろ行きましょうか。はい。はい、ありがとうございます。今ね、素晴らしい植物を教えてもらいましたね。花いかだっていう。花いかだ。はい。植物ですね。写真載せますけど、はい。こういう感じです。そう。葉っぱにね、ポチってあるんですよ。あと写真動画の方に、はい、かなり珍しいらしいですね。ね、かなり珍しいみたい、はい、本当に滅多に見られないって言ってたよね、はい、すごい、ありがとうございます。来ましたね、そり立つ壁でございます。結構急な坂が、はい、これ動画じゃ多分分かんないかもしれないそうだね、なかなかなんだよね。なかなか急な滑り台かっつうくらい結構じわりじわり効くんですよ ね、はい、これね、ローラースケートだったら危険だよね危険だよね、だいぶ。いや、こっから多分ね、
しんどくなってきてたような気がする。そうだね。記憶ではね。確か。じゃ次の、とりあえず滝？うん。だよね、次は。そう、次滝。うん。2個目の滝。行っちゃいますか。はい。じゃあ頑張っていきましょう。はい。はい、2個目の滝着きました。あそこですね。綺麗。綺麗ですね。うん。よいしょ。これね、ずっと下まで降りていけます。はい。去年は下まで行ったんだよね。はい。でもそこから見るのが一番なんか眺め良さそう。確かに。な感じがする。そこ行ってみる？綺麗だね。こっから眺めいいね。うん。よいしょ。下の眺めいいわ。まあ下までも行けるんで。はい。行きたい人はね、下行ってもらっても。ちょっとここからいいよ、眺め。あ、めっちゃいい。けど、これ。気をつけて来る人は落ちないように。綺麗だね、うん、下まで行って近づけるんで、ここまでマジでここ注意してね、本当に。そうだね、注意した方がいいね。 これこっち向きになって後ろ下がったら落ちちゃう。俺は去年行ってるから。そうだね、うん。じゃあ続き、引き続き行きましょう。はい。じゃあ二つ目のね、滝を出発して少し経ってますけど、またね、この急な坂道ですね。急だね。聞くね。大山祭りの看板が見えてきた。お、マジ？いいっすね。いや、ここ聞くんだよね。そう、去年はここでバテたよね。はあはあ、去年つかずっとバテてたもんな。そうなんだ。あ、ほんとだ。じゃあ旗のとこに行きましょうか。はい、旗のとこで少し休んで、そうだね、出発と。はい。行きましょう。旗のとこまでが結構ね、急だよね。そうですね。そこ進めればちょっとは。こっからはね、楽です。楽っちゅうわけでもないけど。うん、でも、なんだっけ、トレッキングポール、うん、とか、杖は持ってきた方がいいよね。確かに持ってきた方がいい。坂、砂利で滑りやすい。あった方がいい。はい。聞くね。長い。長いね、長い坂がね、結構長い。まだまだ続くんだっけ。続く。今こんな感じ。坂長いね。うん。坂登り終わって林道、うん、そうだな、あの階段の杉の道かな。やっぱきついね。きつい。結構ね。頑張っていきましょうね。はい。なんかやっとここまで来た、杉並木。そうそう、杉並木だね。そう。林道じゃないね。杉並木です。杉並木、こっから。林道ではなかったですね。こっから入ってきます。で、あの階段とか、ハードなのが出てきますね、またね。そこを越えれば、ゴールです。あとちょっと。なので、こっから頑張っていきましょう。あと1キロ切ってるの。はい。900メーター。はい。じゃあ進みます。まあ、そもそもこんな腰掛けあったっけ。俺記憶にないけど、でもだいぶ古そうだよ。古そうだね。椅子すごいね。いろんなとこに腰掛けあったら楽だよね。いいよね、休憩できるし。すごいね。いいね。味がある、この椅子。味あるね。いいっすか。うん、いい感じで撮れました。撮れました、ありがとうございます。行きますか。進みましょう。もうちょっとですね。やっぱね、こういう木もすごく神秘的ですよね。なんかすごいですよ。あの表面がちくわみたいで。この、なんかちくわみたいじゃないの？僕も腰。で、このね、一個の幹から二手に分かれてね、さらに分岐して上まで行ってるっていう。こういうところにもいろいろ神秘的なね、うん、感じがありますよね。ちくわの木か。やっぱこういう山道歩いてるとそういうね、素敵なところに出くわすんで楽しいですよね。いいよね。はい。いや、すげえね、山田君、この木。すごい。よく気づいたね。日本は一本になってるんです、あそこから。普通ね、一本から日本に分かれるっていうのはあるけど。うん。一本が日本になって一本になる感じ？一本が日本になって一本？まあそうだね、一本が日本になって一本だね。すごい。不思議だね。不思議だね。すごいね。こういう木もあるんだね。すごいわ。あ、
あっちはあれだよ、1本が2本になって3本になってるよ。あ、本当だ、すげえ。じゃあ行きましょう。はい、あとちょっとで地獄の階段です。そうだね。よし、さあ抜けてきました。一段200メートル。はい、こっからですね。こっからです。あ、西来た。こっからで行きますか。ちょっと休まない。うん、ちょっと休もう。行きましたね、はい、やってきましたね。去年はね、だいぶここでへばりました。へばったね、ここね。見て見て、ほら、すごい、すごいじゃん、この、すごくない？あの、すごいエスカレーターみたい。確かに高さがこんなん、ね、低いよね、これね。さすがです、この200段。頑張ってこれ登りましょう。あと半分くらいかな。聞くね、まさまさん、あと半分くらいです。急ですね。急です。さあ、階段を抜けましたんで、また杉並木山道に戻ります。これが最後だね。これが最後、これ抜ければゴールです。御朱印が楽しみです。そうだね、御朱印6月しかもらえないんで。そう、この日のために1年待ったもんね。私の御朱印なんで。だいぶ来ましたね、杉並木。見えてきましたね。見えてきた。あの、あ、あっちか。木の間から。もう間もなくです。間もなく。この道いいよね、山本くん。この道いい、杉並木ね。すごく綺麗。ほら。いいよね。すげえいい。空気もね、いいし。うん。はぁ、あ。じゃあ行きますか。今ちょいなんでね。これ皆さん、杉の樹液ですね、多分これ。杉の木の樹液、すごい。うわ、すごい、めっちゃ樹液すごいよ。すごいね。うん、ふと、もうちょいですね。はい、ご主人楽しみだな。ゴールですね、まさぼさん。来たよ。来たね。うわ、なんかすごい賑やかでやってるよ、めっちゃ。すごいね、トパトパ。わ、すごい、いろいろやってる。じゃあ、まさぼさん、とりあえず挨拶先してきちゃいましょうか。お参りして、それからちょっと見てみようか。はい、はい、じゃあ、ありがとうございます。では、まさぼさん、挨拶をしたら、はい、ご神をいただきたいと思います。念願のご神です。そしたら、ゆっくり休みましょう。そうだね。はい、今、あちらでご神いただきました。いただきましたね。書き置きでね。はい。はい。このハンコがね、押してあるっていうのもね。本社ね。はい。念願の。念願の。いただきましたね。いただきました。はい。じゃあ、これからちょこっと撮影して。はい、そうですね。下で休むとこあるんで。うん。ラムネ飲みますか。ああ、いいね。いいね。じゃあ、そうしますか。はい。はい、じゃあ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それだね、今戻ってきました。入ってきましたね。ね、1年ぶりの念願のご主人ね。はい、はい、いただきました。いただきました、ありがとうございます。でね、戻って駐車場の方持ってきたらですね、はい、こっちの方でなんかお祭りが始まってました。ね、はい。笛とね、太鼓と、うん、舞が披露されてますね。そうですね。はい、はい、素晴らしいです、うん。で、6月1ヶ月はお祭りの期間中みたいなんで、はい、でもこっちのね、あの、舞の方は、うん、毎日やってるのがちょっとわかんないですけど。日曜日とかなのかもしれません。あ、日曜日とかね。うん、うん、かもしれないですね。はい、なんで、ぜひ皆さんも気になった方いましたらですね、うん、6月の大山積神社、はい、チェックしてみてください。はい。で、ご視聴ありがとうございました。はい、ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。お会いしましょう。では、バイバイ。バイバイ。